沿岸には再びセロドスが攻め寄せてきました。先の戦訓から学び、旧兵とボグビーストの組み合わせにしています。ボグビースト、毒の唾液を吐きました。霊体持ちの方に打っても無駄だってば。何名かは毒にやられていますが、前回ほどではありません。敵とぶつかったためビーストの足が止まり、味方に損害が多発しています。接近戦となると動物は弱く、ザクザク削られています。混戦となったので、初めて敵兵に毒蜘蛛効果を浴びせてます。こいつはアンデッドなので効いてないようです。逃走中も毒を撒き散らし、まだ踏ん張っている味方を遠慮なく傷つけます。先ほどよりはマシでしたが、もっと運用を考えないとダメですね。銃があったので、試しにマウマンで攻め入りました。雑魚は数で圧倒しましたが、最後の一人は霊体持ちで、全く歯が立ちません。マチャカ本拠地の争奪戦です。こちらも動物を投入したので、動物同士の凄惨な戦いとなりました。まず飛行持ちのグリフォン、黒足が突入して、早速乱戦模様です。そこへ味方の旧兵が射撃、敵よりも味方に当たっています。この黒足、魔法で直接ここへ呼んだので名前が紛らわしいですが、味方です。黒足の大群とグリフォンが敵の狼と蛇をつつく地獄絵図。人間たちはまだ接敵すらしていません。こいつらは我が軍の魔術師の標準装備、ハンドフルオブエーコンズから出たバイマンです。バイマンがタングルバインズのつる草に捕まっているのは愉快ですね。こいつらが壁となり、ほとんどの損害は、旧兵の戦果になっています。敵は、火の精霊を出していましたが、自分たちに火がついたようですね。魔法のレベル、かなり上がってきました。セロドスは、陸上の要塞を包囲していましたが、神の直卒の軍で解放しました。マチャカの本拠地、突入かけて占領しました。マチャカの神を始末したようです。まずは、セロドスとの戦いから見てみます。片足を上げたまま襲ってくる強心者、怖いです。見た目と違って戦闘力は高いです。士気99なので退却せず相打ちとなるので、被害は甚大です。神が自ら最前線へ上がってきました。味方がついてきておらず、結構危険です。今回の神には防護強化の道具を持たせていますが心配です。マナナン、いいタイミングで。ショックウェーブ出しました。手下どもがカバーに入って守ります。マナナンは少しも動かないので、さっきの魔法で気絶してしまったのかもしれません。しかし戦いには勝ちました。マチャカ、神の最後を見届けましょう。共周りが全然いません。白いの突入を控えていましたが、もっと早く突入してもよかったですね。
アハの精鋭兵が攻め入ります。はっ、消えたぞ。飛行で場外に出て行っただけのようです。はっ、消えたぞ。それとも死んだ？どうやら先ほどの攻撃で死んでいたらしいです。よくわからなかったので、もう一度、スローで再生してみます。ああ、取り囲んでタコ殴りにして倒したんですね。これで、マチャカの本拠地は落ちました。要塞は一つ残っていますが、時間の問題でしょう。